来たかな。よいしょ、ツイートしました。ツイートしました。で、これで読み込めば、これでこっちも入れると。と消しておきましょう。はい、ということで今日の一番は春くんの動画の春日さんでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。春くんの動画の春日さん、ありがとうございます。コメントはあでした。ありがとうございます。素晴らしいコメントありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、ということで本日もやっていこうと思います。キムタク道中ですね。はい、まあ早速なんですけれども、私今日まあちょっとお腹減ったんで、ちょっとこれ食べながら行こうと思います。今日のやつ、サンマルクカフェのチョコクロ。はいはいはい、飯テロいきなり来ちゃったね。ごめんね、いきなり飯テロ、いきなり飯テロ来ちゃいましたね。これやばくない？これもやばくない？これも、もう、うん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 、おいしい。おいしいです。はい。スパチャありがとうございます。ジャーニーさん、ありがとうございます。M五郎さん、ありがとうございます。マジシャン山さん、ありがとうございます。ヌンさん、ありがとうございます。うん、うん、おいしい。これ食べてからいきます。うん、うん、うん、うまい。めちゃめちゃうまい。キムタクがずっとなんか扉から俺のことずっと睨んでるけど、大丈夫大丈夫。うん、まあね、本日9月の24日金曜日、ロストジャッジメント、無事発売されました。おめでとうございます。おめでとうございます。無事発売されたっていうのもちょっと意味わかんないけど、発売されました。はい、僕は今までそのちょっと高いアーリーアクセス版みたいなデジタルデラックスエディションってやつをやってて、それは3日間のアーリーアクセス券があるっていうことで3日前から僕やってました。ただ今日から皆さん普通に通常版のやつを購入してすぐプレイすることができますので、気になる方はぜひ説明欄にリンク貼ってますので、ロストジャッジメント買ってねやってみてください。はい、まあ、僕はちなみにダウンロード版で PS5 のストアでそのまま落としてやってます。はい。ただね、ダウンロード版だとね、売れないんだよね。それは結構ね、悩ましいところ。ダウンロード版ってすごい楽なんだけど、プレイしないってなった時に、こう、売却できないっていうね。昔はね、俺も小さい頃、ファミコンソフトとか売ってさ、売ることによってまた新しいゲーム買うみたいなことができたんだけど、ダウンロード版ちょっとそれできないから、うん、便利なんだけどっていうところあるよね。はいはい、ということでね、もうちょいだけ残ってるんで食べます。もうだからこの時間に一番食べちゃダメなやつ食べてます、私。うん、おいしい。スパチャもありがとうございますね。今読むから。うん、うん、おいしい。おいしかった。はい、ということで、これね、めちゃめちゃクズがこぼれるのよ。わあ、めっちゃ美味しかった。はい、ヌンさんまで読んだかな。小松さん、スパチャありがとうございます。今日も仕事頑張ったのでまったり瀬戸さん見て、こう自分へのご褒美にします。ありがとうございます。羽根子さん、こんばんは。プン、
あとは角栓スポスポさん、なんていう名前なんだか、なんちゅう名前なんだ、角栓スポスポさん、美味しそう、瀬戸さんの時給が一番面白いですってね。え、普段角栓食べてるわけじゃないですよね。角栓スポスポさん、角栓食べてるわけじゃないですよね。大丈夫かな。ダッシュキヌさん、瀬戸さん大好きです、私も昨日チョコクロ食べました、美味しいよね。え、内田光太さん、今日も嬉しいです、瀬戸さんのライブが生きがいです、生きがいありがとう。で、俺が辞めたら死んじゃうってこと。ラッシャーイカマメさん、いつもありがとうございます。つまみイカマメと見ております。ラッシャーイカマメ、ラッシャーイカマメさんはつまみイカマメさんと見てるのよ。だ、両方の方が来るんだよね。うん、2人で見てるってことなのかな。生配信で毎回幸せになっております、ありがとうございます。上田真美さん、夫婦で見てます、リアタイできて嬉しい、ありがとうございます。舞子さん、初めて生で見れる嬉しいです、ゲームしないのですが瀬戸さんのゲーム実況だけ必ず見てます、ありがとうございます。聖子ママさん、明日仕事なんですぐ寝るから安いスポシャでごめんなさい。いや、全然そんなことないですよ、もうあのお金とかじゃないですからね。はい、ありがとうございます。8AMJ さん、瀬戸さん見ると元気出ます、明日も仕事頑張る分ありがとうございます。アンリュウさんね、和菓子屋のアンリュウさん、お疲れ様です、瀬戸宅来ましたね、今日は団子作ったり、あん仕込んだりしました、明日はドラ焼き頑張ります、今日もセットタク、今夜もセットタク楽しませてもらいます、朝が早いから寝ちゃいますが寝た時はアーカイブ見ます。そう、アーカイブ残しますんで、眠たかったら皆さん寝てくださいね。これ僕のただのリラックスタイムなんで、好きに見てください、はい、僕は好きにやるんで。はい、アビルさん、スパチャありがとうございます、ついに遊びに来れましたね、明日から お休みだからね。しほ太田さん、瀬戸さん実況嬉しいです、ありがとうございます。アーボーさん、ありがとうございます。お日様武士さん、ありがとう。ひたげさん、ありがとうございます。はい、ということで行きましょうか。歯にめっちゃチョコクロ詰まってる。一応軽く前回のからの流れを打っておくと、ちょっとネタバレ嫌な人は聞かないでくださいねっていうか、もうこっから先ゲーム始まるんで。ちなみに今僕2章にいます、チャプター2。前回の配信、今回3回目の配信なんですけど、前回の2回目の配信で1章をクリアして、今2章の最初の方にいます。で、ゲーム始まったらもうゲーム出ちゃうんで、自分でプレイしたいとか、ネタバレ嫌だなっていう方は見ないようにね。はい。で、まあ、見てる方、あとは前回とか見てない方のために言っとくと、キムタクっていうか、矢神がね、なんだろう、最初歌舞伎町にいたんだけど、杉浦っていうね、はじめ社長みたいなイケメンの、人が横浜で、弁護士事務所をやるっていう、探偵事務所をやるっていうことになって、でその杉浦の依頼を受けて、矢神たちは横浜に来たんですよ。でそこで受けた依頼っていうのが、いじめの調査で、前回の2回目の配信ではずっと学校の中うろちょろしながら、いじめがあるのかどうか調査するっていうことをずっとやってました。で無事にいじめっ子とかを見つけて、まあ、そいつらを退治したりとかして、やったーってなったっていうところで、終わったんです。でそこでその何だっけな、まあ、さらに詳しく言うと、その、いじめの事件は解決したんだけど、その過去に、教育実習生が4ヶ月前に教育実習生の先生が来たんだけど、その人がいなくなっちゃったと。でそのいなくなっちゃった人が、いなくなった後に亡くなってると。このゲームのオープニングでも出てくるんだけど、なんかすごいハエだらけみたいな、なんかムシムシだらけのすごいグロ画像があるんだけど、そのグロい感じで殺されてたのがその教育実習生の人で、でその教育実習生、その何者なんだっていうと、過去に、とある生徒をいじめてた。その死んだ教育実習生の人がね、若い頃にその同じ学校でいじめてたと。でそのいじめてた子供のお父さんが、痴漢で捕まってなんとかかんとかみたいな、結構ね話し出すと複雑になっちゃうんだけど、まあ分かんなかったらアーカイブとか見てください、はい。で今回はその学校の中をこれからもちょっと矢神は調査しなきゃいけないっていうんで、これからこう学校の中を見て回るんだけれども、そこに結構クセモノの女の子が現れた。でその子はミステリー研究会だっけな、なんかそういうこう部活で、なんだっけな、キムタクだからその学校の中に調査しなきゃいけないから、その盗撮用のカメラを仕掛けてるところ、その女の子に見られちゃったんだね。でこうめちゃめちゃ追い詰められたんだけど、そこでこう何か交渉材料はないかってことで、俺がミステリー研究会、もう廃部になりそうなんだけど、その廃部になりそうなミステリー研究会の、自分が顧問になってやるからっていうのをこう話を持ちかけて、
部活を存続させたかったら俺を先生に雇いなみたいなのでこう交渉したんだよね。そしたらその女の子が、うん、わかりました、じゃあテストしましょうって言われたところで終わりました。はい、長くてごめんね、前置き長尾だから前置き長尾だから別名。はい、今自分の頭の中を整理する意味でも今ちゃんと喋りました。はい、ということで、はい、いきます。もういきなり続きいきますからね、参ります、ドン。はいいきなりです、本当に前実況終わったところからまんまですからね。はい、でこれから今行かなきゃいけないのは、左下にマップ出てますけれども、こっちかな、あ、こっちか。はい、その右上見てください、天沢についていくって書いてありますけれども、その天沢京子っていう女の子が、今そのキムタクがねこう交渉している女の子です。すごい可愛いのこの子ね。はい、ミステリー研究会、部員が多分この子しかいないのかな。ここはミステリー研究会の部室です。ほうほう、部室、これがひどいねこれね。部活数に対して部室の数が足りず倉庫を間借りしているんです。さあどうぞ中へ。あ、ちなみに何、他の部員もいますので。あら、元空手部黒帯男子の。あら、二人きりにはなれないもんね。警戒すんなって警戒がすごいね。でも確かにね、女子高生とね二人きりになっちゃうのはちょっとね。ん、あれ、姉ちゃん、姉ちゃん、その人は矢上さん、顧問候補の人。弟、顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思って。部員一人だけじゃなかったんだね。ふーん、どうも、俺は天沢健人。おう、この人の弟です。ミスケンの用心棒やってます。ああ、なるほど。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。そうなんだよね。矢上さん、おかけください。でも意外となんかちゃんとした部室だよね。広さもあるし汚いけど。さあ、どんなテストをすることになるのか。どうぞ。お、気が利くね。で、天沢さん、さっきの話の続きだけど。天沢さんに話を聞いてみよう。なんだろう、じゃあミステリー研究会、まあテストのことなんだけど、ちょっとミステリー研究会について聞くか。ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。はい、顧問になるんですよ。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動内容は、古今東西のミステリー小説を読み批評することですが、必要に応じて課外活動も行っています。課外活動、つまり何、巷のミステリーを追うこと。なるほど。あー、それって要するに探偵みたいな活動、さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな、顧問候補としては。誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。ほう、安楽椅子探偵のごとく机上の推理で完結するならばそれがベスト。安楽椅子探偵、そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ何事にも例外はあります。ほう、例えば警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い、うん、そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。すごい気づいちゃうタイプなんだね。嗅ぎつけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら、危険だし。でしたら矢上さんのことも警察にお任せしますか。はい、盗撮カメラを仕掛けましたからね、矢上は。それは勘弁と、こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。弱み握られてるんですよ、矢上は。納得。はい、矢上は盗撮カメラを校内に仕掛けたところを、この天沢さんに見られちゃってて、もう言い逃れできない状況にまで論破されてしまったんですよ。はい、なので弱み握られた状態です。なあ、さっき言ってたテストって。あなたが探偵でありカメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです。はい、そう、ですが、本当なんですよ。その主張を安易に信じ、天津さえすぐに顧問になってもらうなど
不用心すぎます。警戒心強いな。まあそうだよな。ですので八神さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。なるほどね。その上で判断させてください。分かった。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。なるほどね。だけどどうやって見極めるつもりだ。そうだよ。私たちは今ある事件を追っているのですが、その調査を手伝っていただこうと思います。お事件。どんな事件だ。学校の中の事件かな。そのある事件についてなんですが、八神さんはパパ活をご存知ですか。パパ活今どき。パパ活、大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動だろ。はい。私が今追いかけている事件は、いいね、そのパパ活に関するものでして。身近でいいね。実はこの高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなんです。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の誰かがパパ活してるの。ダンス部の子が。まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか。まあ、確かにね。いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。なんだって。危険が。情報源が SNS ですので、漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。金ぼったくってんのかな。悪質。どんな風に。何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句、頃合いを見計らい雲隠れするそうです。ね、次こそことに及べる。そうにおわせ最後に大金をおねだりし、ドローン。まあお互い様なんだけどね。まあ確かに恨みは買いそうだが、自業自得だろう。そうなんだよね。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレのタチの悪い男のようでして、もうやばい、ね、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。やばい男に手を出しちゃったパターンね。確かにそりゃ物騒だな。でその元半グレの男、仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしい。必死すぎだろそれは。このままでは危険なのです。やばいね。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。どんだけボッタンだ。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。おそう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。かわいい。俺もそう思う。おお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 。で、矢が見えぬ依頼、まあ、パパ活女子をだからのそのあれを解決してってことでしょ。君たちが追っている事件については理解したよ。理解しました。はい。テストの内容もな。はい。で具体的に何をすればいい。まあね、何でも手伝うよ。どうすればいいんだろう。かのシャーロック・ホームズは探偵としてさまざまな人物に変幻自在に化けたと言います。はい。ある時は老婆に、またある時はホームレスに、他者の目を見事に欺き調査を有利に進めていました。お潜入捜査ってやつだ。はい。ええ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで八神さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込みパパ活女子の情報を探り出してほしい。アドバイザー。はあ、俺がダンス部のアドバイザー。実を言うと私もこれまで何度かダンス部にアプローチし情報を得ようとしてきたのですが、入り込もうとしてたのね。彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話してくれそうになくて入り込めないんだ。ならば第三者がアドバイザーとして潜入し信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと、うん、いやそもそも俺ダンスなんてやったことない。いやキムタクダンスできるじゃん。アドバイザーはさすがにスマップじゃん。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし、勉強しながら教えている先生も多い。キムタク踊れるんだよな。はあ、踊れちゃうんだよな。最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、ほうほう、ちょうどいいんだね。そこに八神さんが現れ大人としていい助言ができれば、しかもイケメンが、こんなイケメンが急に来たらみんな喜ぶでしょ。そういうもんか。キムタクだぜ。うまくいくよ。あなたが本当に
腕のいい探偵ならばそのくらい何とかしてみせると思います。なんかいいな、この。なるほど、簡単なテストじゃないってわけだが、まあ一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。さて、そろそろ練習の始まる時間でしょうし、早速向かいましょう。練習場は体育館の地下にあります。八神さん、もし顧問になったらよろしくね。姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど頑張って。了解。ああ、はい、ということで、なんかね、変な人が来たね。変な人が来てるね。これどうすればいい？すごい。ケゾスケゾスさん、スパチャありがとうございます。ケゾスケゾスです。覚えてますか？久しぶりのスパチャです。瀬戸さんは人生の僕にとっての。瀬戸さんは人生の僕にとって、瀬戸さんは僕の人生にとっての調味料みたいなもんです。ここ最近配信元気がなくなり、ここ最近の配信元気がなくなりそうな時、少し落ち込んだ時、楽しいことがあった時、どんな時でも瀬戸さんがいて幸せです。これからも瀬戸さんペースで。ありがとうございます。かなつさん、ありがとうございます。さゆにさん、ありがとうございます。ナターシャ一世さん、ありがとうございます。ゆきなつめさん、ありがとうございます。しもんなさん、ありがとう。アミリーさん、ありがとうございます。ちょっとね、全員分ちょっとできなくてすいませんね。ムーンさん、ありがとうございます、はい、ということで、俺なんかね、トレーラーというか、そのプレステストア のところで買うときに、そのキムタクがなんかチアリーダーたちと一緒にダンス踊ってる画像みたいなのは、なんかトレーラー画像みたいなの見たのよ。それじゃない？ダンス部に行って、さっきコメント欄でうまいこと言ってる子がいましたね。潜入捜査中に潜入捜査すなって書いてあって確かに学校に潜入しようとしてるのに、その潜入捜査を認めてもらうために潜入捜査しなきゃいけないっていうね。じゃあちょっとダンス部行きましょう。これが天沢ちゃんかな、京子ちゃんね。いいね、京子ちゃん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 、京子ちゃん、ちょ、行かないで行かないで、いいね、いいね、京子ちゃん行っちゃった、行っちゃった、京子ちゃん、京子ちゃん、あ、なんか落ちてる、なんだなんだ、これなんだなんだ、錆びた電線拾いました。よし、来た。ダンス室。お、来た。部長は、あ、いました。なんか違うんだよな。だけど何が。西園さやかさん、ちょっといいですか？西園さやかね。あなたはミステリー研究会部長、天沢です。はい、今日は西園さんにちょっとお話を伺いたくて。え、ミスケン？え、顔似てね。ミスケンが何のようですか？うちで事件なんて起こってませんけど。そう、一緒に踊りたい。しないでください。今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから。素敵な方？ちょ、待てよ。ダンス部顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですね。そうなんです、原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい、コンテストが近いのに。ちょうど今もそのことで悩んでいて。コンテスト近いのね。そうでしたか。でしたら好都合。え、天沢先輩、確かに困ってますけど。あ、先輩なんだね、天沢ちゃんは。
この人は八神さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。なるかもしれない人？それはともかくとして、八神さんはダンスのことも多少わかるようでして、アドバイスをしてくれるそうです。は？は？なんでそうなる？なんで俺がダンス？俺はダンスなんてやったこと。本当ですか？助かります。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。そう、もしかしてプロの人ですか？え、スマップです。もっとスマップです。やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った。いや待った待った、いろいろと誤解を。全然できないよそれ。探偵たるもの時としてライヘンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。違いますか？は？あのいいですかね。今次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて、みんなもうリズムも掴んで振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど、何か決定的な何かが足りないなと思ってて、でもそれが何かわからないんです。決定的な何かが足りない。コンテストまでもう時間もないし、本当に焦ってて、あと少し、ほんのもう少しだと思うんです。は、は、あの八神さん、私たちのダンスどう思います？何か足りないなと思っているんですが。いやそう言われてもな。観察力、探偵としての基本スキルですよね。え、ここはズバッと指摘してあげてください。当然できますよね。すでにテストは始まっているというわけか。おお、踊ってる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 。さあキムタク観察するんだ。よし、ここは的確に答えて天沢に実力を認めてもらわないと。特殊な選択肢、八神と町の順序で考えいつもと異なる特別な選択肢、制限時間選択肢だって。会話中の選択肢で制限時間以内に求められるものがあると。ちょっときついな。あえて何も選ばずに無言という選択も回答の一つとなります。選ぶ速さに応じて内容が変化することはありません。むずいな。ボリューム選択肢、ちょっと待って、会話中の選択肢で声の大きさやテンションの高さなどのニュアンスを調整して回答するってどういうこと？ちょっとまあとりあえずやってみっか。ちょっと待って、ダンス部に足りないものとは何か。ユニゾンはうまくいってるよ。色気が足りない。曲の奇抜さ、曲聞こえないんだけど。インパクトが足りない。インパクトあるよ。色気かな。色気じゃない？色気が足りないんじゃないか。健康的すぎる気がする。そうだね。高校生だもん。そう言われましても、どうしろって言うんですか？どうすればいいかわからん。露出度の高い衣装でも着ろってことですか？あ、まあそれもありだね。エロティックな動作を増やすとか。うん、それもありだ。高校生のダンスとしてはいかがなものかと思いますよ。だよな。まあそうだ。そうなんだよ、そうなんだよ、そこなんだよ。違ったか違ったか。それじゃあちょっと待ってよ。なんだ、なんだと思う？ちょっと待って、なんだろう。曲の奇抜さって曲聞こえないんだよね。インパクトだから、まあインパクトか。そんなにね、なんか上手に踊れてはいるけど、そんなにね、なんか来るものはないもんね。はい、インパクト。インパクトが足りないんじゃないかな。インパクトだ。インパクトですか？うん、ガツンと来ない。ユニゾンもうまくいってるし、振り付けもバッチリ身についてる。身についてる。ただなんていうか、記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。そうなのよ。なるほど、確かにそうかもしれません。そう、全体的に無難にまとまりすぎてるんですよね。本当にそうなの。それは感じる。ちょっとアイデアが出尽くしてまして。だよな。八神さん、なんかいいアイデアないですか？考えてある。いいアイデアと言われてもダンス経験なんてないからな。とはいえ、めっちゃ見てる、めちゃめちゃ見とる。
ここはどうにかして乗り切らないと顧問として認めてくれそうにないな。そう、天沢さんに認めてもらうためにはこう答えるしかない。インパクトのある動きといえば、そうだな、そうだな、そうだな。コマネツ、コマネツ、コマネツ。失礼しました。あ、これ時間ないね。歌ってみたらロボットダンス、いっそ踊らないとか、カンフー。あ、そうだ、これはね、これはあれじゃない、あの矢神はカンフーできるからカンフーを教えてあげればいいと思うけれども、逆にロボットダンス、ロボットダンスとかどうだろう。俺できるよ、ロボットダンス。ロボットダンスですか。ああ、インパクトは抜群だと思うけど。抜群だよロボットダンス。まあ確かにインパクトはありますけど、まあカンフーだろうな答えは。矢神さん見本を見せてくれます。おう、見せちゃう。それは無理だな、ロボットダンスは経験ないし。そうですか、できれば実際に動きを見せてもらえると助かるんですが。俺が見本を見せられそうな動きか。だとするもうカンフーだよな。カンフーの動きを取り入れてみたら。これしかないよ。え、カンフーですか。ああ、カンフーなら派手な動きが多いし、意外とダンスに向いてるかも。確かにカンフーはありかも。実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし、うん、でも私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。俺が知ってんだよな、矢神が。一応カンフーできるけど。来たぜ。え、そうなんですか。はい、まあほとんど自己流だけどね。ああ、派手な動きもできる。カンフーダンスね。なら教えてもらってもいいですか。オッケー、教えてあるぜ。まあいいけど。お、目がキラキラしてる。やった、じゃあ早速見本を見せてくれますか。あ、見せたる、見せたる。踊ってみてください。やったる、やったる。え、踊る、俺が。ああ、キムタク戸惑ってる。もちろんです、カンフーの動作だけならネットで見れますし、うん、それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから。ぜひ、そうね、ダンスっぽくね、アレンジしなきゃいけないからね、ただのカンフーじゃなくて。カンフーはできるけどさ、踊れと天沢がめちゃめちゃ見てる。だし、キムタクはスマップなんだよ。踊れないんですか。踊れるんだよ、ヤガミは。ヤガミさん、できないの。あー、やめてやめて。今回の話はなかったことに。おまわりさんの番号は。やばいやばいやばい。ん？やるしかないのか。じゃあキムタク、その顔表情違うのよ。やるしかないのか。こんな顔でしょ今。わかった。とりあえずやってみるよ。やってみるよ。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけど。うん。はい、よろしくお願いします。くそ、なんでこんなことに。踊れるんでしょ、そんなこと言っときながら。矢神さんよ、さあ来た来た。それじゃあ矢神さん、サビのところまで30秒間、私たちが考えた振り付けをお教えしますので、矢神さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。了解。ああ、分かったよ。かっこいいね。それじゃあ踊れるんでしょ、どうせ。ステップですが、踊れるちゃうんでしょ。こんな感じです。あれ、何、見せてくんないんだ。できそうですか。あー、どうだろう。まあなんとか、とりあえずやってみるよ。ミニゲームが始まる感じですか。それじゃあ音楽流しますよ。ここからミニゲームでしょ、これ絶対ミニゲームでしょ、この流れは。はい、来た来た来た。ユースドラマダンスアクション、リズムゲームを遊ぶことができます。ダンスレッスン始める前に、矢神のオリジナルの振り付けである EX 振り付けを選択します。ほう、なるほど。え、何、結構いろいろあるんだ。フリースタイル B、 フリースタイル C。 え、ちょっと待って。じゃなんか急で分かんないんだけど。楽曲レッツダンス、ちょっと待って。まあちょっとまあいいか、やるか。とりあえずやるか。さあ行こうか。なんか矢印で変わんの、この十字キーで。これ上にしといた方がいいか。上から流れてくるアイコンに合わせて四角バツ三角丸を押すことでクオリティゲージ上昇。あ、なるほどね。だからまあリズムゲームね、普通の。ちょっとこれタイムラグあるから、 OBS でやってるから。お、キムタクめっちゃ踊…え、ちょっと待って、同時押しノーツね、同時押しノーツ。いや、いや、あ、これ長押しね、はい。いや、ちょっとめちゃめちゃ踊れちゃってんじゃん。あ、これね。
おお、なんかすごいすごいすごい、なに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 、これなにこれ、あ、すごいすごいすごい、あ、全部全部どこ押してもいいよって感じか。おお、いいねいいね。え、おど終わり、え、おお終わり、あ、これチュートリアルってことかな。ちょっとキムタクめっちゃ踊れてなかった？めっちゃ踊れてるやん。すごい。すごいすごいすごいんだけど。ちょっとちょっと踊れんじゃん。踊れんじゃん。めちゃめちゃ踊れ。どういうことですか？ダンス経験ないって言ってましたよね。言ってましたよね。いやそうなんだが。いやそうなんだが。やってみたらできてしまったというか。天才ですか？運動神経してる。天才ですか？さすがキムタク。やっぱり元プロダンサーだったんですか？もっともっとそうなんです。いやいやいや、実はね、そんなことはない。元5人組の素人だ。素人だ、素人の動きには見えませんでしたけど。かっこいいな。ってことはテンプの才能。天才だわ。ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう、カンフーの動きが応用できたのかも。もうちょっとさっきのゲームやってみたいな。で終わり？八神さんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、お役に立てたようでよかった。終わりなんだ。あの、もしよかったらこれからも時々アドバイスをいただけますか？了解。顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに八神さんならなんだか信頼できそうですし。まあたまになら。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど。イケメンだな、うん、よろしくお願いします。つうか女の子めちゃめちゃ寄ってきてるじゃん。部室に戻りましょうか。モテモテじゃんよ。ああ、まあそれモテるよな。こんだけかっこよければダンス部の女の子も寄ってくるよ。どう、ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど。あ、そうだ、テストは合格ってことで。こっからパパ活の話を何とかしなきゃいけないんだ ね。正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。まあまあまあ、私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。まあな。ああ、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだった、ね、怪しい部活だと思われてる。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。おお、そう、来た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 。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。いいね。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的なんとなく察しがついてきましたし。お、え、マジで？生徒を監視するかのように設置されたカメラ、お、八神さんが探偵だったこと、お、そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判、お、それらのピースを並べていくとぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。え、すごくない？まあ、なんでわかるの？お仕事の邪魔になってはいけませんから首を突っ込むつもりはありません。かなり頭いいねこいつもね。へえ、なかなか鋭いね。伊達にミステリー研究会の部長やってるわけじゃないってわけか。とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。急にめちゃめちゃ味方になってくるの。顧問をお願いしたいと。素晴らしい、ね、それは助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの顧問って？ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいです。なるほど。名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが。なるほどね。外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして。じゃあやっぱり監督役、横先生じゃない？へえ、そういうもんなんだ。横先生だと引き受けてくれる先生いるかな？そこは大丈夫です。実は以前に理事長が、あ、理事長ね、名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの？理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。なるほどね。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、
改めまして、どうぞこれからよろしくお願いいたします。おお、ああこちらこそな。おお、すごい、天沢京子が完璧に味方になりました。矢上さん、後でまた部室に来ていただけますか。私たちが追っているとある事件のことで、パパ活女子ね、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。はい。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件。パパ活はもう終わりなの。ええ、それよりももっと厄介かもしれません。うわすごいね。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして何者なの。その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。了解。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。ああ、ユースドラマについて、天沢の依頼で矢上はミスケの顧問として活動することになりました。だからこの学校の中を自由にうろつけるようになるってわけね。もう晴れて顧問になったから。どうやらこの高校では生徒たちによる様々な非行が行われているようです。矢上はその非行を暴くため高校生たちの様々なコミュニティに潜入することになります。あ、学生の中にどんどん入っていくんだね。潜入先のコミュニティで様々なアクティビティに興じつつ生徒たちと仲良くなり、指導力を得て彼らが抱える問題を解決していきましょう。だからいい先生としてね、解決しようと問題を。メインストーリーの進行には影響はありません。好きなタイミングでやりましょうと。指導力、ユースドラマは矢上の指導力によって新たなドラマが出現します。あーなるほどね、なんかそういうレベルみたいのがあるのね。でもメインのストーリーには全く関係ないんだけど、学校の中でいろいろあるんだね。ちょっとこれもやってみたいね。これで俺も立派に学校関係者だ。三越場のことを自由に聞き込める。バスケ部の連中と仲良くしてたって話だったな。そうそう、あの失踪したこの三越場っていう教育実習生はバスケ部の人たちと仲良かったと。 OB だった三越場は練習にも顔を出してた。で、放課後にバスケ部員がいる場所といえば体育館だろうね。バスケ部の人に会いに行けってことか。あ、右に、あとでミスケに顔を出すが出てきたね。あ、こっからどんどんサブストーリーが増えていくってことね。はい、スパッチャマルくん、ダモンさんありがとうございます。アイさん、ボノちゃん、ロッキークッキーさんありがとうございます。ショーブログさん、セッサン深夜のおにぎり代ありがとうございます。ロッキークッキーさん、初めてのスパチャありがとうございます。いいね、ね、ハドリアヌスの頂上さん、あざす。私も瀬戸さんとパパ活したいです。何言ってるんですか。ダメですよ。プーンじゃなくてダメですよ。はい、カラスさんもありがとうございます。中学生の娘と一緒に見てます。大丈夫かな、中学生の娘と一緒に見てます、大丈夫かな。まあ学園ものだからあれだけど、ちょっとね、まあちょっと大人向けのちょっと表現とかも出てきちゃうかもしれないけれども、はい、じゃあちょっとマップ見てみましょうか。ちょっと待って、こっからだからサブクエストも出てきてるんだよね。どうしようかな、とりあえずじゃあメインストーリー進めようか。バスケ部、あダンスちょっとやりたかったな。うっす、みんなお疲れ、頑張ってるね。おお、入り込んでるね。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった矢上っていうんだ。矢上っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です。三越場って先生が教育実習で来てたでしょ、少し前、10月ぐらい。ああ、三越場さん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。知らない。じゃあさ、どんな先生だった。いい人だったとか嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然、っていうか熱血な感じ。そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。三越場さんの代結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して。じゃあ君らにも結構フレンドリーだった。そうっすね。あれ、そういや今日高田たちは2年2組まだ来てないですね。あれ、まっつんとかあかねも。ちょっと待って、高田ちゃんはいじめられてたのよ、女の子。高田真美ちゃんだっけ。あいつらね、ここでやったらまた騒がれるかもな。あの前回 の動画でボコったんですよ。こいつらボコボコにしたのね。こいつらもバスケ部。その子たちがどうかしたの。三越場先生、2年の高田って子がお気に入りだったんです。なんだって。ん、
なんだそれ。高田さんなら少し知ってるよ。三越場が気に入ってたっていうのはどういう意味で。すごく指導が熱かったんです。高田は高校入ってからバスケ始めたんで。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか。強いんだね。それで三越場先生がよく高田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。へえ、本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただ高田自身はどう思ってたか分かんないっす。ん？三越場先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって。あらまあ、みんなの前で高田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。あ、それしんどいね。じゃあ三越場は高田さんを笑いもんにしてたってこと？まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現みたいな。三越場先生だったもんな、高田のことをエロいエロい言い始めたの。なんだって。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。あの子胸でかいから。そうそう、だから三越場先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。高田となんかあったんじゃんって。なんかあったって不適切な関係とか。あ、それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって。なるほどね。噂だけどなくもないって感じ。嘘。三越場先生どこ熱血させてんの。どこ熱血させてんのってこら。どこ熱血させてんのってこら。なるほど。それで高田さんのことをエロ女って。あのもういいですか。ありがとう。高田さんと2年2組の子供がまだ来てないんだっけ。それってよくあることなの。よくあることなの。いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんだ。まずいんじゃないのこれは。さあ、まだ教室なんじゃね。ちょっとまずいんじゃないこれ。また高田さんいじめられてるんじゃないの。聞かせてくれてありがとな。よくわかった。ちょっとこれやばいんじゃない。前ね、高田さんがいじめられてるのを退治したのよ。あのキムタクとカイドウとかみんなで。はい、ちょっとやばいんじゃないのこれは。コーダを探すがメインストーリーに入りました。ちょっとその前にマップ見れる。あのダンス一回ちょっとダンス挟みたい。ここがミステリー研究会で、あ、ここは購買とかってことか。あ、これ今2年2組に迎えと、ダンスはスポーツ部、ダンス室ってのがあって、あ、e スポーツ部だって。e スポーツ部があるんだ。 e スポーツ部、ロボット部、あ、いっぱいあるんだ。ダンス室はこうか。ダンス室、ダンス室、ダンス室書いてないね。購買、あ、これか。ここ行ってみたい。一回行ってみよう。ダンス室行ってみます。ここか。ここ開けてこうして、おおお、シュートしてんじゃん。こうこう、おお、おお下手、下手かなあれ、この子下手なのかな。おお、はい、いけそうだね。はい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 、ナイシュはいはいはい、ダメだったね、ダメだったね。はい下手くそでした。下手くそでしたね。あ、こっちか。こうしてこうか。ちょっとさっきのねダンスゲームもう一回やってみたくて、そのダンスゲームもう一回やってから、あれ、こっち、この学校のマップが結構なかなか難しいね。下か、ここで下降りるのね。エナジードリンクの空き瓶拾いましたね。こうか。おい、来たよ。みんな踊ってるかい。踊ってるかい。踊ってないのかな。踊ってないのかな。踊ってないの。ちょっと音楽がめちゃ怖いんだよね。お
踊らせてほしいんだよな。あ、あいつか。あれ、部長の西園は今休憩中なんです。そっか、それじゃあまた後で顔出すよ。そういえば天沢が話あるとか言ってたな。先にそっち顔出しとくか。あ、天沢のミッション先にやれってことね。じゃあ分かった、メインストーリー進めます。ちょっと音楽がね、ちょっと怖くなってきたから、ちょっと先にね、甲田さん気になるからこっち行くわ。ちょっと音楽がさ、ちょっと怖いじゃん。甲田さん助けに行かないと。こっちか。2年2組、これださ。あ、何が起きてる。どこ見てんだ、こっちだろ。うわね、バカじゃないの、どういうつもり。急にバスケ部辞めるなんて。うわ、あんたそんなこと言える身分。いきなり辞めたらお前の雑用誰がやんの。無責任って言葉知ってるか。あ、もしかして昼のことで調子に乗ってる。クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの。辞めさせてもらえないの。で私でも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 から何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの。絶対許さないよ。行けキムタク。許さないってどう許さないんだ。そうだ、てめえまだいたのかよ、不審者。不審者じゃないんだよな。皆さんご覧ください、不審者です。違うんだよな。学校の教室に不審者が現れました。ふん、清涼高校ミステリー研究会外部指導員かっこいい。理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる。おお、矢上探偵事務所の矢上だ。来たね。まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんで。うざ。よろしく。うざ。毎日来んの。俺らもう部活なんで。お。ああ知ってるよ。確かに毎日矢上がいたら。頑張ってな。マッツン。めんどくせえやつ来ちゃったなって感じだよな。いやでも学校にね、こういうね、矢上みたいな人が毎日いてくれりゃいいのね。川じゃなくて。あいつら。大丈夫？で、盗撮カメラで見張っててくれんの。はい。甲田さん、俺は探偵で君に聞きたいことがあって来たんだ。三越葉博について。そうだよね。バスケの先生だったんだよね。彼、2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時、何か彼に変わったこととかなかったかな。そうだね。トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか、うん、それをなんで私に聞くんですか。さっきバスケ部で君が三越葉とよく話してたって聞いたんだ。そうそうそう、私が三越葉先生と。え、違うの、嘘なの。この子にとって三越葉との関係は思い出したくもない嫌な記憶ってとこか。まあね、だから ほぼちょっといじめられてたみたいな感じだからね。先生にもエロいエロいって言われてさ。あれ終わり。いや、いや聞いた話と違ってたみたいだね。あら、ならいいんだけど、これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。心強いね。じゃあ、私今日八神さんの声に助けてもらいましたよね。私毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから、みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし、でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。そう、びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは
八神さんの声ですよね。スピーカー仕掛けたんだよ、机の下。カーモネ。かっこいい、かっこいい。カーモネ言いたい。カーモネ。ありがとうございました。うまく言える自信ないわ。カーモネか。私、今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私もバスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって。そうだね。それで部活辞めることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。あら、やりたかった。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。高校から始めたんだもんね、この子は。きつい練習でも頑張ろうって思ってたんです。かわいそうだね、めちゃめちゃ。なのに逃げてやめるとか悪いですよね。めっちゃかわいそう。高田さんは何も悪くないよ。ただ世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて、俺は時間の無駄だと思う。そういう時はさ、やっぱり逃げていいんだよ。八神さんは強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。ちょっとグッときちゃうねこれね。バスケは部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。どうしても諦められない夢なら、どこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。そんなのってありですか？なんかずるくありません？まあそう固いこと言うなって。他の道を探すってことね。ミスケの外部指導員なんでしたっけ、八神さん。ああ、もし何か相談があればいつでも言ってよ。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい、頑張ってな。いや、これはいい話だね。いや、八神みたいな人を学校に欲しいってみんな思ってるよね、これ。あら、そして勇気を振り絞って持っていくと。ねえ探偵さん。なんだ、八神さんだっけ？わ、来た、やべえ。そっちは部活に行くんじゃなかったのか？バスケ部じゃないの？あのね、マッツンと榊って、さっき私と一緒にいた男子たちが三越柴先生のことで話したがってる。こいつ怖いんだよな。は？八神さんに協力できるかもって。ちょっと怖いんだよな。呼び出してなんか調べてるんでしょ。ボコボコにされるんじゃないのこれ。三越柴先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんです。それでね、八神さんには今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。急に塩らしいんだな。やっぱりほら、まずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし。怖い怖い。八神さんの口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。めっちゃ怖いわ。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえません？全く信用できないね。お願いします。この通り。調子良すぎるよ。なるほど、そうやって俺をおびき出したいわけか。何人くらい待ち構えてんのかな？上のフロアは3年生の教室だっけ？先輩たちも味方につけた。ねえ、わかるよね、そりゃ。証拠もないのに疑ってくるんですね。怖すぎるんだけど。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。ちょっと見え見えの罠ではあるけど、行けば三越柴について何か聞き出せるかもな。分かった。
いいよ、話は聞く。友達にすぐ行くって伝えといてくれる？本当？あざーす。これはカイトを呼んだ方がいいんちゃう？これ30人ぐらい襲ってくるかもしれないよ。これ全員バットとかさ、ナイフとか持ってたらどうすんの？これはカイトを呼んだ方がいいんじゃないの？ヤガミさん、とりあえず汚れた鉄拾った汚れた鉄をなぜか拾って、ちょっと音楽めちゃめちゃ怖くなってる。よし。いやーちょっとね、さすがにさっきのシーン、さっきのシーンさ、ちょっとさ、なんかグッときちゃったよね。なんかちょっとね、うるっときちゃいましたよ。私もおじさんもさ、もうおじさんも40だからさ、ちょっとすごいいいシーンでしたね。はい。逃げてもいいんだとね。で、逃げたとしてもね、その別に悪いことじゃなくて別の道があるはずだから、そっちに行くっていう風に考えればいいんだよというね。これはもうものすごいこう学生の人に響く言葉なんじゃない？道は一本じゃないとね、思い詰める必要はないんだよっていうね。一時的にね、一回こう負けてもいいんだと。あれ、なんだ、来た来た、危ない、バグったのかと思った。さあ一人で来ちゃったぞ。ヤガミ、こっちですよ。ヤガミさん、カイトを連れてきた方が良かったんじゃないの？わざわざお呼び立てしてすんません。うわうわ、とりあえず5人。三越馬先生と仲良くしてたんだって？ちょっとよく聞こえないですね。うわうわ、もう少し近くで話せません？え、何、落とし穴なんだろう。まあそれもそうだな。何が来る？これバトルだぞ。うわ、絶対なんかあるじゃんこれ。え、何、攻撃さ、うわ来た。うわほら、もう予想通りの展開です。ここにいるみんな三越馬先生をよく知ってるのか？いや、先輩方がよく知ってるのはハンピンリューマンの方です。ハンピンリューマン、ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まそういう関係なの。でさ、何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか。うわ、強いお友達に。ちょっと怖すぎるでしょこの学校。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒にもなる。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気つけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後、うわ、勝った。俺らに少しでも手出したらハンピンリューマンに歯向かったってことになるんですけど、状況分かってもらえましたかね、ヤガミさん。とりあえず俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは青龍会ってヤクザがやってる。ギャングの次はヤクザか。怖い怖い。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。まあ本格的にボコるしかないね、これはね。もう一発のギャングだよ。そうだよ、お前らは。そうだ、抵抗した分は慰謝料上乗せね。これ全員と戦うの？分かってるじゃねえか松井。全員と戦うの俺？よっしゃ。え、本当に袋じゃんこれ。袋だ。え、マジ？塩分に切り替えないのこれ。おお、あれ、戦わないんだ、まだ。お、こっちに逃げて。ムービーですね。あ、ちょっとずつ入ってくる感じか。演武のスタイルを変えて。おい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 。おい。ほらほらほら。ほら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 。ほらほらほら。おいおいうわうわうわやりすぎ
やりすぎ、やりすぎ、やりすぎ、ほらやりすぎです。寝とけっての、寝とけっての、うわやばい、目、てめえ、てめえ見えねえだろ、やばい、お危ねえ、もらった、ざけんな、うわ危ねえ、逃げる、お逃げた、これは危ない。え？あいつ飛び降りたんすか？多分壁に張り付いてる系じゃない。どっか影に隠れてやがんだ。ちょろちょろゴキブリみてえによ。はい、張り付いておりました。目いった。やっと見えるようになってきた。お前ら探しに行ってこい。ここからミッションですね。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。めっちゃ怖いんだけど、こいつ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。もうさ、悪魔見てる奴らだな。俺らはどうしたら？お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってようや。この学校嫌なんだけど。チス、お供します。先輩やっぱ超強い、かっこいいです。あ、まあなあ、かわいい後輩たちのためだ。ナイフ持ってたよ、だってもうダメでしょ。昔の話かと思ってたけど、今時の不良もわざわざ学校の中でタバコ吸うんだな。とにかく松井たちには三越馬の話聞きたいし、今度はこっちから奇襲を仕掛けてやるか。すげえ、八神も全然負けてない。そして君は今どこに立ってるの？君は今どこに立ってるの？ここでこうして、とりあえずあっちか、壁をね、張り付きながら。アイテムがあります。小さなネジ、上かな、これで上に登れる系じゃないの。よいしょ、よいしょ、はい、上に出ました。して、これはなんか落ちるな、なんか本が落ちてるぞ。スキル、エッジオブです。手追いの虎がアンロックされました。もうちょっとじゃあスキル画面からちょっと見てみようか。スキル画面、これスペシャルってやつ違うか、どれだろう。新しいスキル解放されました。これか、あ、これか、これだ、エッジオブです。スキルブックが必要です。あ、いろんなスキル、あ、まだ足りないものだらけなんだ。40000、これどんな技なんだろう、めっちゃ気になる。あ、これもある、あ、あ、違う、これはまだないんだ。エッジオブデスにもいろいろあるんだ。ほら、陶器、渇望の蛇、懸命の鶴、手負いの虎、排水劇、これができるようになったんだ。で、これは、体力、赤点滅時に1000歳の攻撃力上昇。あー、まあそういうことか。ちょっととりあえず覚えていかなきゃね。今9712あります。右下に書いてあります、黄色いところ。じゃあちょっとスキル覚えておこうかな。EX バースト、バーストがかかったときに、ちょっと待って、敵に大爆発する、ちょっと待って、敵に大爆発する光弾を放つ。あ、VR 空間ならではの必殺技。あ、VR 空間で出せる技ってことね。びっくりした。なんか、ちょっとさすがになんかね、ドラゴンボールみたいになっちゃってないってよね。大量赤点滅時に EX ブース発動。どれが一番役立つだろう。じゃあとりあえず体力アップからいこうか。体力アップさせよう。体力アップ、はい。この辺はまだダメか。グリップゲージの最大値上昇、攻撃力アップつけよう。攻撃力アップ、まあこの辺でいいよね。 EX ゲージゲイン、 EX ゲージ溜まりやすくなる、これもつけとこうか。これもつけよう。 EX ゲージ溜まりやすくなるやつつけました。はい、じゃあ行きましょう。さあ、今はさっきの
超怖い先輩たちから逃げ回っている矢神でございます。一応右上に見るとメインストーリーとしては悪ガキたちを倒すだから、このまま倒しに行けっていうことかな。悪ガキたちをこのまま下に降りずにアイテム取っておきましょう。写真撮れるのかな、撮れないかさすがに。ここで下降りるのかな、下降りるときは丸ボタンですね。下と丸ボタンを押すとここね。起きた。どうすか先輩、教室ですタバコの味は。あ、もうここでいきなり行くのね。わざわざそっちからやられに来たか。おい、アカネ、他の先輩呼んでこいよ。不意打ちってことね。うん、わかった。アカネ、あれアカネってのね。気をつけた方がいいよタバコ、先生に見つかったら大変だろう。さあ、懲らしめられるか。お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。お、あ、なんだと。てめえ、こっちに来てやがったのか。バトルだね。どうだ、余裕ぶっこきやがって。今度は逃がさねえ。よっしゃ、きっちり仕留めてやるよ。かかってくいえ。調子乗ってんじゃねえよ。なんだおい、また来た。めちゃめちゃ怖い。とりあえずザコを倒す。うそ、ほら、ザコを倒します。まずはほら、ほらほら、よし、まっつい、まっつん、まっつん、この野郎、ごめんな、まっつん。よし、あぶれあぶれ、一戦にして、やばい、おい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 、おら、とにかくボタン連打しまくりました。かっこいいね、怒りました。なんなんだよこいつ、こんなのって強すぎだろ。強すぎだな。いや、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え、あれまだ続けるか。続けるか。いえ、さよも、あの、忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおうかな。あ、最終的には暴力なんだな。暴力で、全てを制すというね。三越場のこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。さあ、話は聞けるのか。すごいね、力でねじ伏せるっていうね。三越場先生はその放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の甲田が穴だって目をつけられました。三越場は甲田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから、1年の後輩まで甲田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまった。ご立派だよ。ご立派だよ。三越場には両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ甲田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いえ、やめてきます。そ
沢先生とは何か話したんすか？三越馬先生のことなら一番詳しいと思うんですけど。沢先生ね、怪しい。沢先生が言うには三越馬は優等生だったし、実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか？お、そんな印象いい感じに言ってました。なんだって？ん、なんかおかしいか？いや、沢って実習中なんかずっと三越馬先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越馬先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。え、ん、三越馬先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって、寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越馬をいじめの加害者だと。俺三越馬先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。三越馬のいじめが本当にあったかは分からないけど、確かに沢先生の言葉には迷いがあった。私は英語を教えてただけですが、三越馬君は成績優秀でいい子でした。何かを隠してるね。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だからあの先生が三越馬を本当はどう思ってんのかもう一度聞かなきゃだな。そうだな、沢先生が何かを隠している。沢を探す、これどんどん行きましょう。話進めちゃいたいんで。気になるよね、沢先生。教育実習に来てた三越、うわ教育実習に来てた三越馬先生、本当はいじめの加害者だって知っててね。何階だ、とりあえず2階行くか。おお、めちゃめちゃスマホで喋ってんなお前、こっちか。父さん、もしもし父さんっつってんだよ。あいつ父さんと喋ってんの？ちょっと待って、あいつ父さんに何、ここで父さん、ごめんごめん、父さんと喋ってたよね今。もしもし父さんって、何、父さんと何喋ったんだお前。おい、父さんと何を喋っていた？何かあるんじゃないのか、事件と関連があるんじゃないのか。おい父さん、もしもし父さんって言ったよねお前。スマホを出すんじゃないのか、お前の動きはループしてるやつじゃないのか。それはきたきた、エレベーターの前でお前喋ってたろ。エレベーターの前で止まって、もしもし父さんって言うんじゃないのか。おっとなんだ、怪しいな。ちょっと待って、スマホを出すんじゃないのか。もうちょっと様子を見守ろう。それがダッシュしちゃったからだな。ダメか、時計見てんな、時計を見てるぞ。また来るぞ。ダメか、最後だ、これが最後。エレベーターの前で止まってくれ。終わりだ、失礼。さあ行くぞ沢先生。あれ、いないぞ。あの写真見てほしいんだよね。沢先生もうお帰りですか？いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか、どうも。ナッポーさん、スパチャありがとうございます。瀬戸様は僕のすべてです、ありがとうございます。
沢先生に外からのお客さんってことはしばらく席に戻ってこないよな。お、そういえばさっき見なかった写真があったの。そうそう、右にね、写真がね、隠されてるのよ。気は引けるけど、何かの手がかりになるかもしれない。見てくれ。沢先生は巫女柴をいじめ加害者と疑ってた。俺と話した時は本音を隠してたってことかも。さあ行きましょう。行っちゃうよ。ここだよね。これは、これはってこれなのよ。さあ、これ沢先生が学生の頃です。女子高生時代みたいだけど、ここ清涼高校とは違う学校の制服だ。ここの学校ではなかったんだね、沢先生は。そしてこれ誰なの。清涼高校の男子生徒が写っているのが一部見える。やっぱり見るのは失礼だろうけど、ちょ見ようよ。これは、これ見よう。何、さあ見てくれ。ちょ見してよ見してよ。お、誰だ。見た、初めて見る顔だ。少なくとも三越芝浩じゃない。となるとこれもしかして4年前に自殺した生徒、江原の息子なんじゃないか。そうか、三越芝がいじめていた生徒、教師が教え子の一人を写真で飾るなんて、よほどの事情でもない限りやらないはずだ。確かにそうだ。そうか、ただそれも今は確かめようがないか。この場でわかるのはここまでだな。まあそうだね、他にないもんね。沢先生を探そう。理事長に呼ばれたんだったら、理事長室だ。行くぜ、どんどん行くぞ。ただいま1時間20分でございます。配信の時間は、毎回2時間を目安としております。あら、理事長室。あ、いるじゃん。あら、あ先生、あれ後ろ誰。これがお客さんか。失礼。あれなんだ。矢上さん、彼らは神奈川県警です。え、三越葉君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を。ええ、しかし何が起きてるんですか。あなたも三越葉君のことを聞きたがっていた。あら、ごついな。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越葉君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。理事長もなんだ、めっちゃ見てくるな、めっちゃ見てくるな、神奈川県警。さあ、沢先生、あ、あれ、これでチャプター2終わりかな。殺された加害者セーブが入るってことは、あ、チャプター3に行きましたね。すげえ中途半端なところでチャプター3、探偵 VS 便利屋という名前だそうです。行きましょう。2ヶ月前、教育実習中に失踪していた大学生三越芝浩、無残な他殺体となって発見された。やめて、これいつも出してくる、これいつも出してくる、これやめてよ。矢上の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越芝は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも承知しているようだ。探偵 VS 便利屋チャプター3。プン入れてみました。さあ、先ほどの続きです。
探偵 vs 便利屋ってどういうことなんだろう。多分これが御子柴について書かれた記事だ。でも死体の身元が分かったとは報道されてない。椅子に拘束されて殺害か、身元不明男性伊勢崎偉人町だ。誰が殺されたかっていうのはまだニュースには出てないと。警察もまだ情報を抑えてるってことかな。沢先生の事情聴取も長引いてるみたいだ。お、終わったか。さあ、捕まえられるか。八神さん、ここで何してるんです？まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。はい。ご一緒してもいいですか？ご一緒してもいいですか？今、警察が来て、いろいろ話を聞かれてました。でしょうね。そうみたいですね。うん、あなたは御子柴くんのことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ？ええ。でもほら、ここじゃなんですから。沢先生教えてくれるかな、御子柴くんについて。なんで早く言ってくれなかったんですか？出た手抜きシーンです。御子柴くんが事件に巻き込まれてたなんて。警察もまだ伏せてる情報なんです。先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか？それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました？そんなことあなたに教える義理はないです。まあね。うん、確かにそれはそうです。そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。いや、外部指導員なんです。喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。さっきもボコボコにしてきました。大丈夫です。その件はもう話がついてますんで。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。いつの間にそんな。話は戻りますけど、警察は誰が御子柴くんを殺したかもう当てをつけてました。いえ、警察が教えてくれたのは御子柴くんが殺されてたということだけです。何日か前、偉人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは御子柴くんが教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか、なるほど。警察は江原のことを伏せたまま関係者に聞き込んでるってことかな。あの、何か。御子柴くんを殺した犯人ですけど、もしかして先生心当たりありません？え？例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えてる江原明弘です。当時御子柴くんはその加害生徒として名前が挙がってました。お、江原さん、まさかあんな痴漢で捕まるような人が。やっぱり警察は何も話してないみたいですね。どういうことです？江原さんは御子柴ヒロの殺害に絡んでる可能性があります。は？2ヶ月前痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのに、偉人町のフラン死体を御子柴だと言い当てたんです。県警が身元を特定するよりも前に。じゃああの江原さんが御子柴くんを殺したんですか？直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯とつながってはいるはずです。八神さんはなんでそんなこと知ってるんですか？沢先生、情報はギブアンドテイクでいきません？え？4年前に先生は御子柴にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。こっからだよ。
いえ、それは。さあ言ってくれ。でも今日先生は俺に、三越馬くんはいじめをするような子じゃない、何かを隠してる。沢先生はまるで正反対のことを言ってました。そうだ、以前と三越馬への印象が変わったんですか、ね、それとも俺に嘘を。どっちですか。嘘だなんて。ちなみに三越馬は今日見つかった甲田さんへのいじめにも関係してたようです、うん、なんというか人を見下しがちなタイプだったんですかね。いじめがちな人なんだね。そんな。三越馬は4年前江原の息子をいじめてたんじゃないですか。そして先生は何かその辺の事情を知ってる。違いますか。違いますか。嘘はなしでお願いします。殺しの動機に関わる大事なことなんです。そうなんです。敏郎くんです。敏郎くん。え、江原の息子だなんてそんな呼び方。あの子の名前は江原敏郎くんです。江原敏郎くん。そうですね。おう、すみません、まだ仕事が残っていて。ちょっとちょっと先生、今夜9時伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。プラージュ。そこでなら話せるってことですか。わかりました。そこに行けばいいんですね。ええ、多分。はい、プラージュですね。お、ググって調べて自分で行きます。さあ、沢先生と学校以外の場所でお会いできることとなりました。ありがとうございます。じゃあ次のミッションは何だね。一応こっちにね、沢先生とも約束取り付けたから、もうこれで沢先生ちょっとダイナミックな折り方、ちょ、ごめんな。こっちか。これマップがねちょっとよくわかんないんだよ。こっちか。出ろってことね。はいよ。しゃ、これでいきなりもうプラージュかな。もしもし。あ、俺今やっと学校出たとこ。あ、やっと海藤出てくるじゃん。海藤さんどうしてんの。はい、今回初登場海藤です。飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだつまり今日はもう働かねえってことなんだよ、拗ねちゃって。つくもたちも一緒。杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム。バズリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする、お前はこっちと合流すっか。ちょっと海藤と合流したい。この後沢先生と待ち合わせてんだ。あら、はあ、サボよそれはいくらなんでもずるくねえか。あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。あのね、遊びに行くわけなんだよ。じゃあ俺も混ぜろよどこに行けいい。酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこか引き込むんじゃねえだろうなおい、タボタボ。カイトはね、沢先生のこと好きですから。まだ待ち合わせまで結構時間あるな。しばらくつくもんとこで待たせてもらうか。事務所戻れってことか。高校ね、ここね。じゃあちょっと行きましょうかね。ここでちょっとまあ一回でもあれか、どうしようかな。天沢の話はまた次回にしよう。ちょっと話こんがらがるから。天沢さんの件は、今度やることとして。あ、信号は赤信号になっちゃった。信号守ろう。信号守りましょう。あ、なんだなんだこの野郎。ひどい、めちゃめちゃひどい。しばらく寝とけって。しばらく寝とけ。こっちね。ほら。
白い。やったー、応援してくれたら、いいね、いいね、いいね、お姉ちゃんね。お姉ちゃんたち。キムタクは、スケボーに乗ることができます。ヤッホー！やべ、コインをすり抜けちゃった。綺麗なパチンコ玉拾いました。なんかスケボーにしてはちょっと遅いよね。ちょっと遅い。なんかスケボーの能力とかも多分上がってくるのかな。コインコインで交換。OK。事務所に戻ってきました。さあ、つくもさん。おや、矢上氏、ようやくご帰還で。海藤さんが寂しそうでしたぞ。海藤に会いたいよ。大丈夫、杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に矢上氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです。ああ、まだ説明してなかったよな。はい、これでつくもに全てを説明し終わりました。なるほど。痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。なかなか興味深いですね。ああ。で、その発端は4年前に清涼高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくも、その生徒の自殺の件ってネットに出てないか。それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。有能すぎる。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。あ、すごいね。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。敏郎くん、うん、それだ。あ、これだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく、自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。ひどい話だね。やっぱりこの子が江原敏郎か。沢先生のね、これを間違いないな。沢先生のデスクにあった写真と同じだ。その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと清涼高校に訴えを起こしました、はい、しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。悲しいよね。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。ん、あれれれ、またフィギュアか。何の音だ。またフィギュアだ。僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の。犯罪の発生を予言するシステムです。すごいんだけど。何だって。何それ。予言。それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできます。めっちゃすごいんだけど。正確に表現しますと、町で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。あれか、サブクエストのことだろこれ。使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。矢上氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。ジャッジアイズの。あ、そんなのあったな。確か、ユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ。あったね。ええ、あれをベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。新しいなんかスマホに機能が加わるってことなんじゃない。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人町のマップだよな。ええ、偉人町のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。なるほどね。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集。 AI 出てきた。トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。技術も進歩してるね。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな、そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので、意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、
これ何に使うんだ？探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名、これから評判を高め依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャーね。バズリサーチャーSNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですのでシステムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として街での我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど、そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償報酬になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。こういった地道な活動の積み重ねによってこそ我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。このサブクエストがね、そう思惑通りにいくかどうかは試してみないと分かりませんがね。なあつくも、これ面白そうだから俺も使っていいか？もちろんですとも。まだまだ未完成ですので試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速矢上氏のスマホでも使えるよう、僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ頼むよ。前回のね、ジャッジアイズの時はね、変態三重士のミッションとかね、やべえやついっぱい出てくんのよ。どれどれ。さあどんな事件があるのか。なんかごちゃごちゃしててよくわからないな。どこに行けばいいんだ。確かにこれじゃわからない。ちょっとノイズとなる情報が多いですね、はい、まさに無秩序、エントロピーが増大しまくりですぞ、うん、ではワードを絞り込んでみましょうか。ワード絞り込む。絞り込む。ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。はい。どうやって絞り込むんだ？その AI っていうのがやってくれんの？いえ、さすがにそこまでは。 AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、ハズレも多いのです。ほらこのように、いろいろワードがあるな、うん、さて問題はここからです、はい、ピックアップされたワードから正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速探偵としての豊富な経験をお持ちの矢上氏に実際に選んでいただきますか。どうすればいいんだ。分かった、事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだ。正解があるって言ってたよねさっき。これなんかどうだ、ちょっと事件の匂いがする。おほう、なるほど。ではこのワードで絞り込んでみましょう。雲男ね、雲男、スパイダーマンってこと？絞り込めたようですな。はい、気な臭いワードがこの通りに集中していますね。あ、場所がね、分かる。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのにはちと苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。なるほど。宝探しね、そう考えるとちょっとワクワクしてきたな。でしょ。街を歩き回り、ね、よく周囲を観察し、目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか、胸が高鳴りますな。バズリサーチャーね。はい、わかりました。じゃあやってみましょう。そうとわかったら早速探しに行ってみるか。まあ、やってみない。少々お待ちよ。トラブル探しに役立つガジェットがありますので。ガジェットね、ガジェット系なんで、ガジェット系なんで。これは何、これはレビューしたいことない。これ人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるんです。すごい。へー、集音機使ってみたい。このガジェットを使い、街の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。すごい、ね、そのことでトラブルを見つけ出す。いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。ちょっと使ってみたいんだけど、このガジェット有効活用させてもらうよ。人の声が聞こえてくるの、集音機。他にも探偵ガジェットはあるのですが、
便利になるよう改造中ですの、ね、はい、集音機が使えるようになりました。集音機はどうやって使うんだろう、ガジェット仕様上か違うか、あ、これセットしなきゃいけないか、ガジェット起動 L3、 あ、上のアイコンが増えましたね。カメラと集音機っていうのが増えました。これこうすると音が聞こえると。ちょっとじゃあつくもに向けてみようか。何も聞こえてこないね。まあこういうことね。で、じゃあバズリサーチャーを早速使ってみようか。クモ男のところ一応行ってみようか。こうして、あ、じゃあスマホか、スマホ出して、バズリサーチャーってどれだ、これだ、右下にありますバズリサーチャーを押して、でワード絞り込みでクモ男、あ、ここだと。あ、クモ男もう勝手にさ、あのターゲッティングされるわ。他にあんの、クモ男以外に。ワード絞り込み、あ、クモ男しかないんだ。じゃあクモ男だけね。はい、これで現地に向かおうになって、クモ男はここね。はい、じゃあ行ってみましょう。クモ男なんだろう、ビルに張り付いてるやばい変態男がいるってことかな。こっからこっちか。失礼。ちょっともうスケボー慣れてきた。ジャンプもできる。めっちゃね、戦い気持ちいい。しばらく寝とけって、しばらく寝とけっての。それクモ男事件を解決したら終わろうかな。あと15分ぐらいで、2時間なので。さあ来ましたよ、この辺りです。この辺りにクモ男がいるらしいけれども、こっちかな。これで集音機を使えってことか。でもなんか適当じゃないよねこれね。あからさまに怪しいところがきっとあるよね。聞こえにくいな。聞こえにくいね。あ、クモ男のうめき声が聞こえるって噂があったのはこの辺のはずだ。あ、ヤガミね。そう、この辺なのよ。つまり上の方から聞こえるうめき声が分かればいいってことか。つくもからもらったガジェットが使えそうだな。すごい、なんかちゃんとチュートリアルがあった。あんな高いところに危ないぞ。ここだな。ここだ。うー、落ちる。力が入らないっつってる。落ちる。なん、上の方から。ん？あれは。あら。あらあら。これが雲男。あれは人か。落ちる。もう無理。あ、もうすごい目の前じゃん。まずい。すぐに助けに向かわないと。サイドケース、落ちそうな男。え、もう落ちるじゃん、ダメじゃん、どうすんの。下でキャッチ。あ、自分で登っていくってことか。これはだから丸、はいよ、よいしょ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 、早く行かないとね、これね、自分もゲージがあるんだよね。オッケー。落ちる。あの、大丈夫ですか？
いや、じゃあ、お前とんでもねえところから来たなって感じ。大丈夫ですかじゃないのよ。え、あなたはなんでここに。いえ、下であなたを見つけたから助けに来たんです。助かった。つい手を滑らしちゃってありがとうございます。もう何の騒ぎ。キャー、ちょっと何。お願いします。あ、住人の方ですね。ちょっと助け呼んでもらっていいですかね。まさか雲男って二人組。落ちる。二人組ってでも泥棒これ。あの危ないんでとりあえず中に。はあ、泥棒だったってこと。ふう、危ないところでしたが部屋に避難させてもらって助かりました。何なんですか二人してあんな。あ、二人組ってそうか、八神のことを言ってたのね。二人してあんな高い壁の外にいるなんて。八神です。俺は探偵の八神高之というんです。探偵さん。はいはい。え、ここその通りかかったらこの人が落ちそうになってるところを見つけまして。はあ、はあたまい、ご迷惑をおかけしちゃいました。私はたまいしな太郎と言います。御徒町ゆとりです。名前御徒町ゆとりです。ところでたまいさん、それにしてもなんでまたあんなとこに。それはですね、あの屋上でバードウォッチングをしていたら落っこちちゃったんです。バードウォッチング。ああ。その珍しい鳥がいるっていう話を聞いたんで。珍しい鳥というと何を。なんだそのツバメ。え、ツバメ。あ、ああさてはツバメ珍しくないだろうと。それがですね、突然変異の白い個体らしいんです。 SNS でそんなつぶやきを見てすっ飛んできちゃったわけですね。これがクモ男がバードウォッチング。なんか引っかかるな。どうせパンツでも盗もうとしてたんじゃないの。パンツ取ろうとしてたんじゃないの。何を聞こう。この時期ツバメはいないのでは。おかしいですね。ツバメは渡り鳥です。この時期は越冬のため海外にいるのでは。ネットでの情報ですが、一応越冬ツバメという日本で越冬する個体もいるようですが、主に西の地方でのことのようです。関東ではかなり稀なんじゃないですか。そうなんです。珍しいから見たくなってしまいまして。ああそうですか。あなたはこのマンションの住人。あなたはこのマンションの住人ですか。違いますよね。さっき SNS でつぶやきを見てすっ飛んできたって言ってましたし。あ、さすが探偵さん、鋭いな。このマンションオートロックみたいですけど、どうやって入ったんです。それはなんかなんだろうな、オートロックなんだけど、そのなんかいろいろなんかふんぷんなんかふんぷんって入りました。それに屋上への扉は普通鍵が閉まっているものです。屋上に入れたんですか、バードウォッチング。そうですね。プーンってやりました。探偵さんと同じですよ。マンションの壁面をね、よじ登ったんですよ。ん、よじ登った、バードウォッチングのために。鳥が本当に好きなもので、最近噂の蜘蛛男、あなただったんですか。噂になってるみたいですね。高いところでバードウォッチングしたいんですが、都会のビルはどこも部外者入れなくて、最近外壁をよく登ってましたから。噂の蜘蛛男の正体はバードウォッチングをしている鳥好きの男だった。なんか腑に落ちないし、いろいろ怪しいな。なんで助けを求めなかったんですか。あんな高い場所で立ち往生したのに、なんで大声でマンションの人とかに助けを求めなかったんですか。え、いや、その手があったから、声出せばよかった、助け求めなかった、そこまで考えてなかったななんか怪しいな。いろいろと怪しいが、証拠があるわけじゃない。証拠がないなら今は引き下がるしかないが、そこのおかち町ゆとりが、おかち町ゆとりが なんか知ってるんじゃないの。こういう時は観察か。さあ観察。え、
玉井をよく観察する。玉井よく観察するか。じゃあ見る。この男いろいろと怪しいが証拠があるわけじゃない。あ、観察ね。だからこれ、ちょっと玉井さん出ちゃってる、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 出ちゃってる。待って、すっごいかかと落とし、すんごいかかと落としなんだけど、すんごいかかと落としなんだけど、違う、今見つけちゃったのよ。俺は見つけちゃったところで写真撮ろうとしたところなのよ。写真撮ろうとしたところなのよ。こっちはね、仕事があるのよ。仕事がこっちにはね、仕事があるのよ。仕事がもう、これこれですよ。めちゃめちゃバレですよ。バレですよ。これバレバレですよ。バレバレです。これいいねじゃなくて、バレバレです。じゃあ注意しましょう。はい。なんだこれ、形から言って女物の下着かってことは。はい、解決ですね。ちょっといいですかね。うん、探偵さん、まだ何か。その尻ポケットに入っているもの、何ですか。え、あ、これは、これはどう見てもパンティーですね。いけ、あー、それまさか、おかみちまちさんの。最近大事な下着がなくなると思ってたんです。なるほど。下着泥棒をしていたら落っこちてしまったというわけか。とりあえず警察を呼ぶぞ。てめえ釣り乗りやがって。俺はな、2代目パンティ教授になる。出ました。2代目パンティ教授出ました。2代目パンティ教授になる男だ。こんなところで捕まってたまるかってんだよ。まったく仕方ない。こうなったら力ずくもやむなしだな。ちょっとパンティ、2代目パンティ教授、2代目パンティ教授と戦わなきゃいけないか。じゃあちょっとこう変えてやるか。来い、ほら来い、はい来い、ほら、やべ、三角いけた。受け流す系のね、受け流すやつでいきます。来い。全然受け流した後になんかできるはずなんだけど。おい、おい、なかなかスペシャル技が出ないな。ムービーが入るやつちょっと出したかったんだけど、うまくいきませんでした。はい、倒しました、玉井さん。はい、一件落着だ。くそ、俺は2代目パンティ教授になる男なのに。パンティ教授のことは知ってる。依頼があって捕まえたもんでな。あ、前もジャッジアイズの時もパンティ教授いた？パンティ教授いたっけ？パンティ教授忘れてた俺。パンティ教授いた。な、何？お前が彼を。どんなやつだっけ？あ、いた。いたわ。あの変態を俺が追い詰めた時も窃盗をごまかすことなく実に堂々としていた。いたわ、パンティ教授。この素晴らしい匂いを一緒に楽しもうと、パンティを持って迫ってきたくらいだ。すごい勧誘してくるんだね。もう3年前の話だから忘れちゃってるわ。 なんというタヌキ。はっきり言ってお前はパンティ教授には遠く及ばない。2代目になるなんて無理。すごい、パンティ教授初代を知ってるからお前には無理だと。ほら行くぞ。はい、パンティ教授一件落着。あのありがとうございます。下着泥棒を捕まえてくれて。いえ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 、お力になれてよかったです。
八神さんは探偵さんなんでしたっけ。はい、ええ、普段は神室町で仕事してるんですが、最近は偉人町でも仕事を引き受けていましてね。今は横浜99課という探偵事務で世話になってます。何か困ったことがあったら気軽に相談に乗ってみてください。 You 売り込み活動も兼ねて人助けしてるんですね。わかりました。今度困ってる知人がいたらその探偵事務所を紹介してみます。お願いします。お願いします。お願いします。ふぅ、ひとまず一件落着だな。それにしてもまさか下着泥棒だったとは。落ちそうな男。よし、ちょうど2時間だ。完璧なタイミングで終わりましたね。メインストーリーで99課に戻るなんで、じゃあこの辺で終わっとこうかな。ちょっとマップどこだ。次回は今ここ高校近いんで、高校の天沢さんにねちょっと話聞くところから次回行こうかな。メインストーリーね、あんまガンガン進めすぎてもね、あのすぐ終わっちゃうんで、ちょっと学校のこともちょっと解決しつつ、メインストーリーも進めつつで行きましょうかね。学校の前まで行って終わりましょう。はい、学校でーす。ミステリーのところの前まで行こうかな。忘れないように、流れを忘れないようにね。ミステリー部、これはなんか場所で目的地、目的地検索で、あ、ミステリー研究会ね、これね、はい、目的地にする。これでこっちか。失礼。結構ね学校複雑なんだよね。ミミズ手に入れました。ミミズと小枝拾いました。ミミズと小枝を拾いました。はい、こっちか。ミミズと小枝拾いました。ここね。はい、ということでこの辺で、セーブ取って、セーブはここね。ちょうどねおトイレも行きたくなってきたんで、チャプター3まで来ましたね。はい、ということで、ただいま1時49分夜中になってしまいましたが、この辺にしておきたいと思います。今日も1日お疲れ様でございました。あれだっけ、昨日が休みで飛び石連休で、今日が、今日てかもう土曜日になっちゃったけど、平日挟んで土日お休みということでね、2連休でございます。まあお仕事の方もいると思いますけれども、明日土日、素敵な週末をお過ごしくださいませ。私はね、iPhone13 Pro と、iPad mini 6を買いましたけれども、それのちょっと編集多分明日間に合わないと思うんだよね。うん、明日か多分明後日になると思います。 Twitter では明日って言ったんだけど、おそらく日曜の夜になっちゃうと思います。ちょっとお時間かかってしまいますが、メインチャンネルの編集やっていきたいと思います。ということで、スパチャもたくさんありがとうございました。デス龍之介さん、おひまさん、たけし松本さん、愛早坂さん、瀬戸さんが iPhone5S 買った時からの動画のファンです、ありがとうございます。なっぽうさん、瀬戸様は僕のすべてです、これ読んだかな。まあ、ちょっと全部読めてないかもしれませんが、たくさんのスパチャありがとうございました。ということで以上、瀬戸浩司でございました。皆さんぐっすり寝てください。それではまたお会いしましょう。じゃあの、すごい楽しかったです。バイバーイ。今日カイト出てこなかったんだよな。サムネどうしよう。サムネ